こんにちは。こんにちは。第3回、合板模試ご受験いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。国語のですね、解説動画をしていきたいと思います。私、首都圏模試センターの野尻と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私、首都圏センターの立石と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、立石さん、早速なんですけれどはも、い。国語の、今回の平均点がですね、150点満点中77点は半い。分ちょっとっていうところなそんうでですすけれどね。も、はい。なんかこの結果を見て印象は何かありますか？そうですね。四角一の文章は、そういった部分で短い、身近な内容、読みやすかったかなと思うんですよね。その雄大君がこの後どうなったんだろうっていうのは、すごく僕は個人的には気になるんですけど、多分そういう思ってる受験生の方もいらっしゃったかなとは思うんですけれども、で、四角には意外と植物連鎖っていうんですかね。そういったところの生態系の話だったので、ちょっと読みづらかったかなっていうのは正直な、私の印象なんですけれども、四角一でいくと、まあ、もっと解けてもよかったかなっていうのは、問い4番が、この関係、文章の関係性をしっかりと、会話文と心情を、物語はぜひ大事に見てくれっていうところの、会話文のところだったと思うんですよね。会話文の関係をしっかりと、分かっていただければ、もう少しこの正答率が高かったかなとは思うんですよね。問い8番は、これは適当でないものを次から全て選べっていう、この次、全て選べっていうのはやっぱり、ちょっと難しかったかなと思うんですよね。やっぱり細部読解がより深く読み込まなきゃいけなかったかなっていうふうには、個人的には思ってるんですけれども、はい。あとは、各2番の問い7から、正答率がガクッと低くなってるんですけれども、問い7番は、本当に、5は5番目に入ってるよっていうところで、ここは文章をしっかりと読んで、最初の文字が、例えば、あはそのため、いは一方、正体形は、その絵はその場合はっていうふうになってるので、そこの関係をしっかりと、読んでいけば、ここは解けたかなっていうところはあるんですよね。で、あとは、そうですね、問い8の抜き出しのところね。で、やっぱり設問をさって読んでいくと、どことどこが同じ言葉の言い回し、置き換えになってるかっていう思考スキルでいくと、置き換えというものがあるんですけれども、そこを探す。特にこの場合は19字って書いてあるので、かなりここにもヒントが隠されているので、ここはもう少し正答率が良くてもいいかなと思うんですね。だから、問題文章を読む前にやっぱりさらっと設問に目を通すことがやっぱり大事になってくるかなと思います。あとは四角語ですかね。四角語のとこの漢字のところは、今はもちろんできなくていいので、次こういう問題ができたら、まあ、解くようにというところで、しっかりとここは、復習してほしいかなと思います。敬語はね、もっとできないかなと思ったんですけれども、意外とここはしっかりと皆さん取れてたかな、個人的には思います。以上です。はい、ありがとうございます。そうですね。入試問題もそうなんですけれども、国語の場合、細部の読み取りっていうところが合否を分けたりするんですけども、基本となるところはやっぱり文脈を抑えるっていうところになってくると思うんですよね。で、そういう意味では、さっき立石さんが言われた、四角1番の問い4ですとか、四角2番の問い7っていうところ、ここは文脈をきちっと捉えられてるかどうかっていうのが分かる問題なんですよ。ですから、ここのところが間違ってしまっているっていうことは、ちょっと細部のところまで、まだ読み込みが浅いっていうことになるかもしれないので、ここは確認をしていただいた方がいいかなと思います。まあ、こういうところからね、少しずつもっと深く読めていけるような形になってくるので。はい。あとは本当四角一の雄大君が見つかるといいなって個人的には思いますね。そうですね。5年生なんでね、もう、この続きが読みたいなとか、こういうのがあれば、まあ、実際、図書館とか、図書室とか、学校の図書室とか行って、もしあれば、借りて読んでみるのもね、いいと思手はいそまうですんよで、ね。興味を持つっていうことは大事かなと思います。
はい。では、国語の、動画を終わりたいと思います。ありがとうございましありがとうた。ございました。